迷宮のような廊下や部屋、あちこちに仕掛けられた罠。この屋敷の主は疑心暗鬼になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。そのユーモアが連続殺人事件の犯人逮捕に役立てばいいのですが。個人的な意見を述べたまでだ。どうした？痛いところを突かれたか？ギャラガーさん、私はあまり忍耐強い方ではありません。消極的な仕事ぶりはあなたが真犯人とつながっているという私の疑念を強めるだけです。ふん。悪党ならず者、酔っ払い、ごろつき、そういうゴミみたいな言葉は腐るほど聞いてきたが、まさか自分が殺人鬼の共犯扱いされる日が来るとは思わなかったな。さっきの言葉を撤回しよう。お前の問題は疑心暗鬼が過ぎることじゃない。お前は狂ってるんだ。わかるか、狂人。お前らファミリーは俺のような老犬の背骨を折り、牙を抜いた挙句、今度は殺人犯呼ばわりするのか。ふざけやがって。町中の野良犬におかしなことをするのはスラーダを飲みすぎたバカだけで十分だ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ。俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを気にすべきじゃないのか。あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で彼が何をしようとしているのかは分かりました。私の使用人は全てを見ていた。彼のマジックには騙されましたが、そんなことはどうでもいい。今の状況は私も望んでいたものですから。なぜ私が彼を見逃してわざわざフィルムランドのステージを開けたのだと思いますか。私の狙いは最初からあなただったからですよ、猟犬。彼が騒げば騒ぐほど、あなたやあなたの本当の主人に血の償いをさせるチャンスが増えますからね。俺が本当に犯人なら、どうしてそこまでコソコソする必要がある。ああそうか、忘れてたが、お前にも面倒な主人がいるんだったな。あいつらはお前に殺人事件なんか放っておいて調和セレモニーに専念するよう言ったんだったか。そうだろう、優しい兄様。ふん。どうやらあなたの変装はファミリーのことを知り尽くすのに役立ったようですね。変装？俺が偽物に見えるなんざどんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ、降臨野郎。確かにあなたの体を構成する全てのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サー・ウィテカーの視線を思わせるオレンジの瞳、風変わりな傷跡はウール氏の勲章でしょう。灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテル作りの技術、保安官の肩書き、全て本物で52人の忠実なファミリーのメンバーに由来している。それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中で完全なギャラガーを虚構した。違いますか、神秘の手先。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見くびっていたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした。それでお前の妹とあの密航者を殺したのが俺だって証明できるのか。少なくともあなたと記憶行きミーム死が同じ穴のムジナであることは証明できる。それで十分です。いいですか、私は
あなたがどうやったのかなんてどうでもいい。私が気にしているのは一つの質問の答えだけ。貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜロビンを殺した？人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか？教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。